e スポーツは国内78番目の正式競技種目で、今年7月グローリーのプロリーグが開催されます。忘れるなよ、約束したことを。約束は守る。だけどいつかお前に勝ってやるから覚えとけ。今回声優としてのお仕事をいただいたとき、どのようなお気持ちでしたでしょうか。やはり嬉しかったでしょうか。はたまた不安でしたでしょうか、という。意味が分かんなかった。二次三次映画化すんのみたいな。まさか、外に出向いてね、声優として、はいはいはい、しかも、がっつりちゃんと名前がついてるキャラクターを今回いただいたんですけど、はいはい、そんな役が来ると思ってないから、ちょっと意味が分かんなかったです。飲み込むまで結構かかりましたね。うんうんうん、キャストを見て、ほんと絶句しましたよ。いや、わかります、わかります。たくさんいるのかな、なんか、そういう外部の声優挑戦者。はい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 、戦車があって思ったら2人だし、うんうん、だしってなりましたね。やばかったっすよね。本当嬉しいは嬉しいんですよ、ベースはね、うんうんうん、ただもう不安とか本当に勝ってましたね。そうですよね。僕もなんかスラックとかでこう連絡が来たんですけど、はい、黒字で吹き替えって書いてあって、はい、あの黒の太文字みたいなのでガンって出されてて、はい、何が起きたってまず思ったんですよね。今までやったことないことだと思って、うん、あ、じゃあやらせていただきますみたいな話をした後に、うんうん、ヒレさんと同じでキャストさんを見た時に、はい、あーやばいかもこれって思ったんです。勝手に想像したのはクラスメイトA みたいな。あ、そう、そうね。例えば今回で言ったら、観客として来てた人が、うんうんうん、おい、そろそろ試合始まるぜ、そうそう、急げ、急げみたいな。思うよね。一セリフとかだと思ったんです。ちゃんと名前がついてたっていうね。チームのメンバーみたいな。え、チームのメンバーで、もう急に不安ですよね、そこから。本当、知ってる人しかいないから。いただいた後に収録がいざ終わるってタイミングまでもう数ヶ月あったから、うん、はい、もうその間ずーっと不安を抱えて生きてました、僕は。不安でしたよね。そう。僕、その時やってるゲーム配信で、はいはい、のキャストさんが目の前で演技されてて。お、同じ声がする。すごいですね。目の前から、もう本当にプレッシャーがありましたね。これで閉じてしまったら僕のせいだっていう。ああ、まあ確かに。ここでこう逆に僕たちが、そう、あ、意外と VTuber とかもなんかちゃんとやろうとするじゃんみたいな風な評価をもらえれば、うん、ね、もしかしたら。だってもうね、スタッフロールでこれでもかと、カッコ二次三次、カッコ二次三次って書いてあるから、あの、二次三次の看板を背負っているんだっていう。めちゃくちゃでかい予想されて。思いで挑んでましたね。そうなんですよね、うん、僕より海田さんの方が本番早かった。僕後で後日来たら、うんうん、海田さんは仕上がってましたよ。いや、やめてほしいっすそういうの。本当にめっちゃハードル上げるやん海田さん。全然ちゃんとできたかなって不安で視聴なんかあれだったんですから。僕も頑張んなきゃと思った本番でした、ね、家で練習してきたのに全然言えないみたいな。あ、それは ありました。僕らボイスとかは普段撮るじゃないですか、はい、と比べて今回あの吹き替えだったので、うん、パク、そうね。特に海田さんはあの口パクに合わせに行かなきゃいけない面が多いですから。パクが難しくって、ね、タイムスタンプを見てれば、だいたい合うなっていう感覚で僕やってたんですけど、アニメのこう絵があると1秒の中でも 0.5 秒早めに行かないと追いつかないとか。そうなんですよ。あとここはあの終わりのタイムスタンプはまあ何秒になってるけど、それプラスちょっとこぼれるぐらいでも許される間があるなとかをこっちで少し察しながらやらなきゃいけないみたいなので、そうなんですよね。なんかこう秒数を気にしながらお芝居もちゃんとやんなきゃいけないっていう、なんかそのタスクがすごく多い。デュアルタスクだったんで、あ、こんなにやっぱ難しいんだなみたいな。そうそう。見学中にですね、うんうん、いろんな方の演技を見させていただいたんですけど、うん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 、ほとんどミスないのよ。そうなんですよ。やってみた側としてはなんでこんなにできるんだっていう。本当に。そう。なんか、いや、ちょっと失礼に感じちゃうかもしれないんですけど、うんうん、見てる側からすると、うん、スムーズに行き過ぎてて、うん、もしかして意外とできるのかって思っちゃうくらいスムーズだったんですよ。結構案外なんか調整効くのかなって思いながら見てたんですけど、思ってたんですけど、ね、やったらはいやり直し、はいやり直し、全然ダメみたいな。
アンム天実役海田春さん、はい、本番収録1ヶ月前に行ったボイステストの際はかなり緊張しているのを感じましたね、はい、全体的に声が上ずってセリフのトーンが全部同じになっていました、はい、そして本番当日最初のシーンのテストを聞いた時点でかなり練習を積んできたことが伺いました、うん、これが仕上がってましたよってことね。嬉しい。アンム天実は向こう見ずで暴走しがちな性格ですが、うん、チームの中で自分がどうあるべきか苦悩する繊細な面も持ち合わせています。本番までに海田さんなりにキャラクターを理解しセリフの組み立てができていたのには感心しました、うん、嬉しい。海田さんは決してイケボではありませんが、ありがとうございます。これはもうプロの、ね、目線ということでね、うんうん、そうですね、あくまで僕の主観で悪い意味ではなく、うん、少しやんちゃな感じの特徴な声が役に合っていたと思いますと。パンリン役シェリン・バーガンディさん、本番収録1ヶ月前のボイステストの際、はい、第一声で声がしっかり出ることにまず驚きました。お、多少緊張はあったでしょうが、それを感じさせない圧のあるよく通る声をしていて、それは言葉に説得力を与えてくれます。お、パンリンはこの作品でメインの実況解説者という立ち位置ですが、観客や視聴者に、きちんと情報を伝えるという意味ではシェリンさんにぴったりの役どころでした。次回は普通のキャラクターのお芝居も見てみたいですね。おお、じゃあ次回のオファーの方よろしくお願いします。そう、僕ら一緒にマイクテストした時に、はい、シェリンさんなんか仕上がってて、まあ、僕すげえ失敗しまくってたからぶっちゃけシェリンさんがうますぎて落ち込んだんですよね。いやいやいや、その日その努力の成果ですかね、うん、ありがとうございます。お二人へというちょっとメッセージもいただいております。はい、二人とも非常に前向きで真剣に取り組んでいる姿は素晴らしかったです。こちらの指示にもそつなく対応ができ、おかげで収録がストレスなくスムーズに進められました、うん、よかった、ありがとうございます。完成した作品を見ればわかりますが、二人の声と演技が声優初挑戦だったと思いますがとは思えないほど世界観に馴染んでいます、うん、なので二人とも自信を持って宣伝してくださいね。本当にお疲れ様でした、はい、ありがとうございます。嬉しいね。いや、めっちゃなんかこうやって本当にプロの音感さんに、うん。